パパニュース、世界一短い1分間でお送りする IT ニュース、 IT パパニュースのお時間です。お相手は英語が話せないのに外資系のセールスエンジニア、パパ丸山です。土日はですね、音声発信×子育てということで、子育ての観点もお送りしております。本日はですね、ピアノから学ぶ失敗した時の対処法です。娘がですね、ヤマハのピアノ教室に通っておりましてですね、コンクールに出たいということでですね、通常の週1回ではなくて週2とか週3とかで、ピアノも買ってという形でね、非常にピアノに頑張っております。で、ピアノの先生から教わるこのピアノの授業の中でですね、サラリーマンにも使えるものが多くあります。その中の一つがですね、失敗した時の対処法なんですね。ピアノで練習して練習しても本番で間違えてしまうことはあります。またですね、逆にこれ合ってるんだけど間違ってるように聞こえてしまう音階というものがあるんですね。そういった時にどういう顔をすればいいのか、それは間違った顔をしないということなんですね。これ自信なさそうに弾いてしまうと、合ってるのに間違って聞こえてしまう。また失敗した時に合って顔をしてするとですね、失敗したことはバレてしまう。そんな時は何事もなかったようにする、ね、これはね、ビジネスにもね、大事だと思うんですよ。失敗したからといって失敗した顔をしてはいけない。もう平静を装う、失敗なんてしてませんよ何かぐらいな感じでいく、これね、ビジネスにも使えると思います。そんなね、やはりこの長い歴史があるピアノ、ここからね、ビジネスに学ぶものは多くあると思います。その他にもたくさん今日実際にですね、次女シンコから聞いておりますので、それは本編のボイシーパパニュースで聞いていただければと思います。ピアノだけにね、白黒つけなきゃいけない時ってあるんですね。